さんこんにちは、しんめぐです。さあ今日はこのランドクルーザー300系新型、これを注文しに来ました。注文して何年後に届くかわからないんですけどね、とりあえずこの違いをぜひまず見てもらったらなと思います。ゲレンデとのこれちょっと前に買ったゲレンデ、うん、そうで、これが新型のトヨタのランドクルーザー。大きさからしたら、まあ高さはゲレンデの方がちょっと高くてね、長さが違いますね。うん、かっこいいね。はい、めちゃくちゃかっこいい。暑い、うん、ね。じゃあまずは試乗させてもらいましょう。今回の営業さんはおめぐのお姉ちゃんの旦那さんなんでまあ僕のお兄さんです。遠い遠い、はい、そう、山梨トヨタ甲府バイパス小瀬店の田辺さんです、はい、じゃあ早速試乗させてください、はい、お兄さん、はい、すごい内装いいな。すごい内装いいよ。これほらサンルーフもしっかりついてるし、まずこの内装画面大きい、こんな感じいいね。でやっぱシートクーラー入ってる。これもお兄さん見つけとこう。うん、お兄さんって呼んだことない、ね、呼んだことない。よし君って呼んでます実はね実際は。で昨日も晩ご飯食べながらこの話めっちゃしてましたそうね、してた。そういやてか座り心地もいいし、このいいな。後ろはこれテレビもっともっとついてるの？それメーカーオプション。メーカーオプション、オプションなんだ。うん、おめぐどうするつけるそれ？いやいらないでしょでも子供できたら、まあまあね、うん、いるよ。後付けもできるの？後付けできないね。できない。ほう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 。いやいいよいいよ。というかハンドル軽っ。ゲレンデと全然違う。ハンドルの軽さがもう片手でスイスイいける。へえ、うん、ランクル200との全然違いで、うん、今回すごい軽くなってる。200は重かったんですね。200重くて、めちゃくちゃ軽い。これ女性で軽々運転できる。ゲレンデはやっぱりちょっと重いから、おめぐちょっとしんどい時あるやろ、うん、ハンドル重いなっていう時、うんうん、まあ、ああいうのしか運転しないからおめぐの感覚がちょっと普通じゃなくなってるけど、うん、あれかなり重いね。うんうんうん、うん、まずクルーズコントロールをこれをセットしましょう、うん、これで設定したことないけど、まあ、できてる、できてない。あ、これでセットで、はい、これセットでできました。でこれで50キロ制限なんで50キロにして、あ、いいよ、ちゃんとレーンも見てくれてます。レーンをちょっと逸脱しようとしたらビビビって言って、ハンドルが震えて教えてくれる。まあ、ゲレンデの場合もこれついてるけど、まあ、例えばこういうカーブ、こういうカーブは曲がれない。突っ込んじゃう。ハンドルアシストがないから。で、これはどうだろう、どうだろう、どうだろう、どうだろう。おー、ちゃんとやってくれてる。さすが。さすが、さすが。前の車両をロックオンしてついていきます。すごい快適。まずこの内装も、内装の色がいい感じですね。トランク広いね。しかもスピーカーもここにもついてる、ここにもついてる、ね、いいな。 JBL のメーカーオプションでいくらぐらいなんですか？JBL のスピーカーが45万円のメーカーオプション。なんかすごい、なんか広々としてる。おめぐ後ろはどう？広い。広い？うん。ゲレンデより広い。ゲレンデより広い。気がする。で前にドアがどれだけついていけるか。しかもパワフル、かなり。でパワフルで音も静か。かなり静粛性が高いですね、これは。前回のランクル
静かになってて、うん、V8 から V6 にエンジンはなってる、うん、力はターボで、うん、415馬力かな。最近流行りのダウンサイジングターボで。おお、曲がってる曲がってる曲がってる、完全に曲がってる、すごい。そう、完全にちゃんとしてくれてる。ここまでしてくれた運転めちゃくちゃ楽やわ。渋滞でも、うん、高速とかの、うん、楽かもしれない。うん、あ、いいなこれ。自分で運転するときも今ノーマルモードで走って、うん、ここでモードセレクトで、モードセレクト、スポーツモードとか、あ、はい、でスポーツ S プラスとかにすると、あの、まあ、ハンドリングもしっかり、うん、はいはいはい。まあでも僕はコンフォートに乗りたいな、これは、こういう車は、うん、うん、ちゃんとハンドルヒーターもついてるし、いや、いいっすねこれマジでいい。心も広いからさ、俺ら荷物結構置くやんか、うん、ポンって荷物ってかゴミね、ね、だからいいよね、ここ、こんだけ広かったら。後ろもずっとどいてね、おめちゃん。うん、これ荷物、キャンプ用品結構入るわ、広々。お、入る。うん、そういう車、ロードのゲレンデちょっと入りにくいね。そう、こんな広くない、全然。ちょっと後ろそれちゃんと見てみよう。広いよ、これ。これも実際は7列シートやけど、後ろの2席が折りたたまれて、そういうことか。今はトランクになってます。じゃあ、そら広いわけだ。うん、7人乗れるからね。長さも、これで4メーター98ぐらいですか。4メーター98、うん、だから、ゲレンデで3メーター66か68やから約30センチ長い。え、無理、運転できない。いや、でもゲレンデ のタイヤを含めたらあれも4メーター88ってなってるから、だからタイヤ含めたらまあ10センチしか変わらないけど、室内の空間の広さってなると、もう別格にこっちの方が広いですね。なるほど。うん、まあでも系統が違う、本当に、うん、うん、すごいコンフォート、コンフォートに振ってる、うん、コンフォートに振ってるけど、実際オフロード能力って言ったらめちゃくちゃ高いし、うん、だからまあ日本人受けするでしょうね、これは。もう本当にどんな道でもストレスがなく、うん、走ってこれる、うん、コンセプトで、力あんまり必要としないから、どんな方でも運転できるし、いいな。強度は、強度、ん、強度、強度、あ、ボディの、ボディの強度もすごく、剛性感も高いし、どこかからぶつけられてもやっぱりこの車重がかなりあるから安全です。止まってる時にバーンってぶつけられても。そっか、うん、それちょっと大事。そう、そこ大事ですねあとは高さもかなり高いから、ね、どっかからぶつかってこられてもパワーが下側でまだ逃げるから直体には来にくいですね。はい、試乗でした、うん、はい、今回この試乗インプレッションでした、ね、はい、リアセンターコンソール周りね、シートクーラーもついてる。こっちいいな、これいいな、リアでシートクーラーついてるのいい。あとはこので、これリクライニングがここまで行けます。すごい、うん、結構楽で、ね、レッグスペースも結構あるから大丈夫。いいね、いいね、いいよ、いい車。リアを比べるとこんな感じです。ランクルとゲレンデ、さあ、荷室の広さかなり広い、かなり広いな。で、こんな感じ、ゲレンデ、ゲレンデこんな感じで、なんかもう無理くり乗ってるけど、もうね、例えば向こう、ここ、これで届いちゃうね。わかる？ちょっとバックしてみて。わかる。もうこれで届いちゃう。で、こっちはこれで届いてたのが、このこれぐらい、30センチぐらい広くて、余裕で横も乗る。4つぐらいここだけ乗ります。本当、すごい。
ごくいい。と、うん、いうことでした。はい。もちろんパワーバックドア。いいですね。はい、先ほどは田辺さんにお兄さんに試乗させていただきましたね。はい。で、まあかなり多くの方が試乗に来られてて忙しそうだったので、夜家に見積もり書とかを持ってきてもらうっていう話になりました。そこでいろいろ教えてもらいますね。はい、はい、という感じで、まあ本当にいい車です。ランドクルーザーかっこいいね。かっこいい。どうやった？良かった。なんかゲレンデが好きでも。あ、ゲレンデが好き。そうなん。そうなんか。うん。なんか違うよな。全然違う。比べるもんじゃないよな。買い替えとか2台一緒。そうそうそう。いや、俺そのつもりやで。ゲレンデ。うん、これは話さへんよ。そう。そうそうそう。だからそうなんですよ。違うんですよ、全く。これはこれでね。でも子供とかできたんだったら絶対、うん、あっちの方がいい。あの方がまあ使い勝手はいいかもね。あとやっぱ荷物がいっぱい入るのはいいな。うん、うん、ですね。うん、うん、どんなオプションをつけるかっていうのは、つけれるオプション全部つけて楽しもう。はい、はい、という感じで、まあいつ届くかわからないんですけど、うん、また届いた頃にちゃんとアップします。いつ届くんやろ。3年後かな。首を長くして待ってます。はい、ということで新メグでした。でした、まいちゃん。はい。まあ、とある日曜日でした。ね。はい。お昼ご飯食べさせてもらったの。早く。そう。そう、お昼抜きにしたからちょっと怒ってます。機嫌悪くなってます。なんか僕はそれで毎回いつも行けるから。ね。自分が食べなければいいんだ。お昼なんて食べなくてもいいの。それで巻き込むんだ、妻のこと。うん、いや。いや、まあまあまあ、いや、お昼食べへん、抜くっていうのも。じゃあ、締めくでした。じゃあね、バイバイ。